今はね、撮影しているのは、先日購入したニコン最高峰のミラーレスカメラの Z9 撮影してます。今回ちょっと題名で見れさせていただいた通り、ちょっとボケ感がね、背景をぼかした感じでの映像ということで、ちょっと紹介させていただきたいんだけど、まあ、遠くよりも近くにこう近づくとね、まあ、結構こうボケてきてると思うんで、このくらいになるとかなりボケてるかなって感じはするんですけど、で、今使ってるのは単焦点のレンズということで、単焦点のレンズ 24mm ですね。まあ、ちょっと部屋が狭いんでね、ほんと 40mm の F2 のやつもかなりぼかした感じ、いい感じ撮れたんで、そっち使いたかったんだけど、今ちょっと F1.8、24mm のやつ使ってます。だからちょっと結構ボケてるかなって感じはするんだけど、どうでしょうか。はい。だいぶ使い慣れてきました。海外に行く前、3年ぶりの海外に行くために、まあ、持ってってますけど、そのためにまあ練習もしてますけど、国内ということでね、いろいろ言ってますけど、まあ、写真撮影とかね、まあ、映像に関して、まあ、こちらでなかなかちょっとアップできてないです。これはやっぱり今のパソコンがかなり、まあ、今のパソコンも結構ハイスペックなんだけど、かなりハイスペックじゃないとちょっと編集ができないので、今新しくね、パソコンちょっと購入して、メモリが 32GB のやつですね。あと GPU もしっかりしたやつで、インテル Core i7 のかなりもう最上位のやつでちょっと選んだんだけど、まあ、それで編集していこうと思ってます。なので今後ね、まあ、いろいろとこの映像、このニコンの Z9 で撮影したやつをね、どんどん出していきますので、楽しみにしていただければと思います。まあ、無編集のやつでは何個か出してるんだけどね。で、まあ、こんな感じで今ね、やってます。だから、ぼかした感じ、写真もぼかした感じで撮れたりするし、あとは、映像でもね、こういう感じで撮れてくるので、ね、まあ、これからちょっと撮影も楽しみです。なんで今、ちょうどジンプスオートフォーカスということで設定して、ジンプスにオートフォーカスということで、フォーカス、焦点が合うようにしてるわけだけど、感じですね。はい。で、今回ね、せっかくなんで、ちょっと、いろいろとね、海外のことで言及させていただきたいんだけど、海外ということで、皆さんがね、まあ、ここ最近結構海外行かれる方、年末年始も海外行かれる方多いと思うんです。自分自身もね、まあ、3年ぶりの海外というか、年明けになりますけど、行きます。で、海外ということで、まあ、今まで世界の半分ほどの国を訪れてね、駐在、元旅行会社の社員と駐在して、まあ、空港の職員ともやり取りしてたことがあったので、まあ、空港内のことも分かるんだけど、空港ですね、到着して、出入国に関して入国審査とかもしくは空港を出るとき出国審査を早く終えたい人っているじゃないですか。そしたらどうしたらいいのかっていうところをちょっと引き続きお教えさせていただきたいんだけど、まずその入国します。で、日本人だったら結構信用されてることが多いんだけど、ただまあ最近日本人でも悪いことをする、ね、いるからちょっとね見られたりするときもあるんだけど、まずその入国審査ということで早く行くにはどうしたらいいのかというところなんだけど、まずじゃあ空港到着します。じゃあかなり並んでるじゃないですか。まあ、いっぱい並んでこれ時間かかりそうだなと思うじゃないですか。で、基本的に、まあ、世界の半分ほどの国を訪れてかなりの数ね、まあ、本数でいうと200本ほどの飛行機搭乗してきたのでかなりの数の空港を利用してきましたけど、そうするとね、まあ、基本的には自分で列が選べること多いですね。はい。まあ、そうじゃないところもあるんだけど、そこのところで選んでって、よくよくその入国審査官を見てるとね、結構ね適当にやってたりとかあんまり調べてなくて時間が早くパンパンって押してる感じでねしているんですよ。そういう人のとこ行けば入国審査結構緩かったりして割と早く進めるということね。なのでそこを周りを見てね、どうしてもそこのレーンじゃないとダメって言われたらまあそうなんだけど、周り見てあっちの方がなんか早いなと思ったらそっち移動したりとかねして、そうすると割と早く出れるということですね。はい、覚えておいていただければと思います。そして入国審査の際に荷物を調べられる、これは出国審査の際なんかもそうなんだけど、この荷物を調べられないようにするためにはどうか、まあ、麻薬の売人の方とか密輸しようとしている方ももしかしたら見てるかもしれないんだけど、まずやっぱりね、怪しく見える人って結構やっぱりそれでと呼び止められること多いですね。自分なんかも結構ひげぼうぼう生やしてね、ちょっと怪しい感じ見せた時は結構呼び止められてたんだけど、怪しく見えない感じですね。で、あとは、挙動不審ね、キョロキョロしてこうやってなんか落ち着きない感じ、だから正々堂々と出ていけば基本的には声かけられないことですね。だからキョロ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 して怪しいと思ったらあいつ怪しいぞってなって呼び止めてられて、で、荷物を調べられたりするってことあるので、なので出入国審査でまずその空いてるとこう入国審査官って優しい甘いね審査官もいれば厳しい審査官もいるので、なるべく甘い優しい審査官とかに並んで、審査を受ける。そして荷物に関しては、挙動不審なところを見せずにね、まあ、正々堂々出ていくとかね、入っていく、まあ、それが重要じゃないかなって感じで、怪しく見えたり挙動不審にしてるとね結構ねやっぱり
怪しまれるので、そこだけ気をつけていただければなって感じはします。ということで、入国審査もしくは出国審査の際なんかもやっぱりカウンターでね、まあ、厳しい審査官を見ればそうじゃない審査官を見るので、そういったところを見てって見ていけば大体わかるので、大体あじゃあ早いなと思ったらね、まあ、基本的には移動できるので、そういったところでちょっと並んでいただければなって感じはしますね。はい、ということで、まあ、今後ねまた来年海外出てきますので、いろいろと現地より、ね、情報発信できればと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。